ディアス、7000万ポンドでまさかのシティに移籍。速報マンチェスターシティはルイス・ディアスと5年契約で合意に達し、7000万ポンドを支払う用意があると報じられている。このジャーナリストがチェルシーとサム・オモロディオンの取引の破綻を最初に報じた人物であることは注目に値する。ディアスとマンシー？ディアスマジかよ。ディアス結構ガチっぽくね。ディアス正気か。これは信じたくない。シティディアス放出して何になるんだよ。ディアスが今していくってなかなかヤバくないか？普通に色々恨まれそうだけど。ディアス放出は反対してないけどシティに出すのは意味がわからないっすよ。仮にディアス売るならゴードンを取れる見込みがあるからだと思うけどどうだろ。新庄がこの時期に出してくれるのか。正直自分はガクポ派だからディアス売却は全然ありだしリプレイスとしてゴードン取れるなら最高。ただ売り先が微妙。ディアス今移籍すると呼ぶ行きやぞ。